こんにちは、シーバードです。今日はですね、なんか驚しいような感じのタイトルになってしまったんですけれども、僕が、20年以上前ですね、僕が20歳の時に指を切ったお話です。その頃僕バンド活動をやっておりまして、で、バンドだけでは食えないんでね、アルバイトをしてたんですけれども、アルバイト先が居酒屋ですね。居酒屋でアルバイトをしていて、調理場だったんですね。頭が結構派手な色してたので、外には出せないっていうことで調理場をやらされていたんですけれども、で、枝豆の注文が来て、枝豆は普通にもう茹でてあるので皿に盛って出すだけなんですけれども、混んでたからかですね、ちょっと上の方から器を出さなければいけないっていう、器が足りなくなったんですよね。で、上の方に積んであって、枝豆ってこういうお皿に持って出してたんですけれども、これがですね、重なりが非常に悪いんですね、このガラスの器なんですけれども。なのでこう3つ4つこう重ねると、こうグラングランするみたいな感じのものが結構上の方の棚に置いてあって、で、それをですね、こう取るときに落っこってきたんですね。で、取ろうと思ってこう手を出したら、皿同士がガシャーンってなって、で、そのままブシュッといった感じで、6針ですね、縫いました。わかるかな、ここなんですけれども、ちょっとボコッとなってるんですよね。6針縫って、結構ね、毒の血が出てきて救急車で運ばれたんですけれども、無事に縫い終わりまして、それでですね、数日経った後に感覚がないと、ここのですね、こういう風に切ったんですけれども、ここのね、感覚がなくなっちゃって、で、病院行ったらね、それ神経切れてるねみたいな話になったんですよね。おいおいおいみたいな、もうギター弾けんのかいみたいな感じで、最初はね、この範囲、結構広い範囲で感覚がなかったですね。で、ちょっとずつなんか神経でくっつくみたいなんですけども、少しずつですね、1ヶ月後ぐらいには、こっちの左半分ぐらいはですね、感覚が戻ってきて、で、相変わらずこっち側はなかなか戻んなかったんですよね。なので感覚がない状態でですね、ギターを弾いてて、で、こんな感じぐらいしか曲がんなかったんですよね、数ヶ月間、2、3ヶ月だったかな。で、今はね、全然普通にぐにゃって曲がるようになってるんで、人間の回復力すごいなっていうところではあるんですけれども、実はですね、まだこっち側感覚すごい鈍いんですよね。まだっていうか、多分もうこれ以上は良くならないと思うんですけれども、そんな中ずっとギターは弾き続けてるんですけれども、逆にギターやってたからこう神経がまた回復してきたのかなっていう風な感じがしないでもないですけどね。結局抜歯してからはすぐ弾き始めてたんで、もう数週間っていうか1週間後ぐらいからはもうギター弾き始めてはいたんですけれども、パワーコードぐらいしかできなかったですけどね。ライブはね、1本飛ばしましたね。高田の馬場エリアでのライブを1本飛ばして、頭下げに行ったのは覚えてますね。すいませんみたいな感じで、というふうな感じの思い出話だったんですけれども、ギター弾いてる方々はね、すごく指にはね、気をつけてるかとは思うんですけど、不意な感じでですね、そういう事故が起こり得たりもするんで、細心の注意を図りながらもですね、指切れて6針縫って神経飛んじゃっても、ギターは弾けるっていうのと、ギター弾いたら神経がまたくっついてくる回復力があるんじゃないかなっていうところで、怪我しても希望は持って弾き続けていただきたいなと思っております。といった感じでですね、バンド時代のお話だったり、バンド辞めてからレコード会社で働いてたんですけれども、そういったですね、経験話をですね、ちょいちょいしていきたいなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。